はい、アサシンクリードバルハラ続きやっていきたいと思います。今回はね、前回の最後の続きですね。一応配当ここにファストトラベルで飛んできました。で、このままね、伝承基地に向かうんだけど、会場からの猛攻って言ってんだけど、どうなっていくのかやっていきましょう。特に何もなければね、カットしてきますけど、まあ目的地近くまでね、ちょっとカットしましょう。あれはエルメンハムだ。バルグスも話をつけたな。おう、兄弟の船団だ。皆もう集まってる。到着しました。なんかハテナの人いたけど、また今度でいっか。60m。ちょっとごめんよ。ああ、なるほどね。こっから船に乗って攻め込んでいくって、そんな感じ？到着しました。あれ？あ、ここの上か。よいしょ。ほいっと。ほいっと。あ、一応前回パートからね、ちょっとね、謎を頑張ろうと思ったんだけど、やっぱ、ここと、ここ？もう一箇所どっかあるんだけど、これ、めちゃ強でね、なんとかここにいた、狼の超でかい怪物はなんとか倒したんだけど、ここに関してはね、一回の、ミスで即死だったんで、はい、見てみたら、ちょっと諦めてきました、みたいなね。セオボードでの活躍ぶりは伸びのように広まってるぞ。イーストアングリア中から兵が集まってる。船の準備も万端だ。セオボートの代官も加わった。すぐ兵を率いてくる。セオボート以外もな。キングズベリーの角笛が王国中を鼓舞した。必要な兵力が揃うぞ。オズワルドはなんだかんだで目的を果たしたな。ね、サクソンとデーンが結束してる。悲しいけど、見られないのが残念だ。生きてる展開はないかな。ないな。そろそろ始めていいか。ああ、もちろんだ。行くぞ。目標はバーフ城だ。難攻不落と言われてる。そうか、奴らがそう思いたいだけだろ。バルディスは野員に紛れ、民兵を正門まで移動させる。陽動が始まったら、俺たちの兵は夜の海に出て水門へと向かう。なるほど。城の中に入ったら、すべての門を開けるぞ。ルエドの手下に守りを固めさせるわけにはいかないから。なるほど。まあエイボルの役目だな、門開けは。お前の船の準備はいいか。体当たりして燃やすみたいなことだったな。早く戦いを始めたがってるぞ。お？皆に言葉をかけてくれ。ああ。ミナの国イーストアングリアが滅びの道をたどっている。ルエドラによって土地は焼かれ、長く続いた戦乱に息も絶え絶えだ。さあ力を合わせ、この国を救う時が来たぞ。今日この国のために戦い、明日この国を再建する。この国のために、この国の民のために。オズワルドって言えばオズワルドのためにっていう感じだったのかな。イーストアングリアの国土からルエドの戦士団を永久に排除する。ね、エイブルたちのとこにも攻め込んできたから、なんとかね、ルエドは滅ぼさないかん。ということでね、やっていきましょう。オズワルド、見てるか、みたいな。よし、そう。瞑想終了。あ、ここまでカットしてくれんだ。あ、でも場所どこだよ。君の話を覚えてるか。炎の船でヘルヘイムを崩壊したってやつか。ここで現実になる気がする。まあそうだな。人生、実は同じも。ちょっとマップが見れねえ。特別マップなんだな。
バーフ城に衝突。海も綺麗だし、死なる槍を手に燃え立つ瞬間、青うながら生まれ潮花が炎で、この身は新たな栄光をつかむ。お、見えてきたね。みんな構えろ、ルエードのクソどもに気づかれる頃だ。さて、いいためだね。そんなすごいところなんだな。矢が飛んでくるぞ。敵に備えろ。敵にヘルヘルを見せてやれ。こりゃいい、連中も矢の雨でお迎えしてくれてるぞ。矢が来るぞ、構えろ。なんてこった、丸くて速やかに迎えたまえ。今のは危なかった。危なかった。うまく掴んだ。はいはい、わかりましたよ。わわわわ、わかってますよ。何かに捕まれ、衝撃に備えろ。ぶつかるぞ。よし、行くぞ。よし、盛り上がってまいりました。今進め、破城槌の準備をしろ。門をこじ開けるぞ。これね。おいおい、回復？わわわわ、こい、まあこいつらちょっと殺してくるか。よっしゃ、ほら、まだいる？もういないよ。どういうこと？頑張れ頑張れ。なんだ、エイボルがやればいけるのか。おいちょ、あらよっと、スタミナなくなってきたら、おっと、なんか重りが目に入った。よし、突破できるぞ。合わせろ。ほい、行くぜ。
離れて。お、これさすがに開かねえだろ。裏から開けてこないといけないんじゃないの。ちょっと行ってくるわ。行けないか。よーし行くぞ。おいでー。おい、なんか飛んできた。だな。ほら。ちょっと、頑張れ。かなり死んでるぞ。もうちょっとってことか。登れないな。ずれた。ダメか。素直に、あ、降りてた。オーイエー。それかこれ撃っちゃうとか。OK。もうアドレナリンがもうちょっと溜まれば撃てるか。もうちょっとだぞ。はい、押してくれや。めっちゃいるぞ。ほら。で？オズワルド、嘘だろ。生きてんのか？オズワルドは生きてるぞ！エイモル、君か？黙ってろ、虫けら。しっかりしろ。もうすぐ蹴りがつく。私のことはいい。君はこいつを。黙れ、バカが。すごいな。俺が望みか、狼傷。薄汚いサクソンのために伝道師で争うことがか。
この豚がそんなに欲しいのか、なら奪ってみろ。さて行きますか。おい、あ、矢がいっぱい。回収回収。お前何やってるこのとこで。これで回復しながら、やべやべ、OK、OK、どれですか？よく来たな。やばくね？おっと、びっくりした。飛んでくるとは思わないのだ。ほい、ほら、お、聖なる宝玉入手。回復もたんまりあるな。さすがに隠れてないか。サクソンがデーンの上に立とうて。人は神のもとに平等だ。サクソンもデーンも関係ない。ダメか。俺のバルディスを寝ようとするとはな。お前なんざ戦士でもなんでもない。かかってこい豚野郎。その首を飾り物にしてやる。サクソンビーキのくせに戦えるのか。登ってくる感じ。どうなる。おい、おい、まだ勝ったわけじゃないぞ。やべやべ、先にこいつを殺して。どこ行ったらどれだ。もうちょい溜まるぞ。溜まった。サクソンは支配すべきだろう。奴隷としてこき使うのが一番だ。俺たちの方が格が上だからな。お物まみれの考えだ。人を巻き込むな。たまれ。や、避けられた。オッケー。あっさりだったな。ちょっとレベル上げすぎちゃったって感じか。こういうクエストボスは。このせい。ありがとう。いえ。よく生きたな、本当に。お前はその役立たずの豚どもと運命を共にするのか。なぜだ。ちんけな土地と仲良しごっこのためか。エイボル、よせ。神の見前だ。法にのっとる。
まあここはちょっと従ってやるか。私の知性の始めにこれ以上血を流さないでくれ。ゴーディン来た。口だな。おやつは罪により死なねばならぬ。それが習わしだ。この国の王はオズワルドだ。どう治めるかは王が決める。うん。お前は王に貸し付くのか。逆らえば彼が恥をかく。イーストアングリアのために王の名誉は守られるべきだ。では名誉はこのまま失い続けるつもりか。オーディン、そんなこと言わない。イーストアングリアの王がお前を生かすと決めた。かくあれかしだ。慈悲は誰もが持つにふさわしい美徳だろう。君もだ。ありがとう。オーディンとどういう関係になっていくんだろうな。はい、お疲れ様でした。クエスチョンマーク。バフ上で、オズワルドと話そう。あいつ大丈夫か。気にかけてくれてありがとう、エイボル。簡単にできることじゃない。何もかも夢のように思える。よく死ななかった。寝てはいない。二人とも見事な戦いだったぞ。フィニル、来てくれたのか。お前が生きてると知ってたらノースウィッチに残ったのに。周りを見ろ。輝かしい勝利の日、めでたい日だ。そしてより輝かしき出来事が待っている。愛する人との挙式だ。私を夫と認めてくれるなら。だが、oh, yeah. 認めないとでも。惨めな戦いをした。ルエドを前にすっかり頭に血が上って、その上。オズワルド、やめて。戦ったでしょ。全力で挑んだ。それだけで十分よ。よかったよかった。ならば来てくれ。準備しないと。花嫁との婚姻に王国の統治、そういうのが欲しい奴はいる。そのために大勢が命を落とした。お前は羨ましく思うか。別に。心は燃えてる。だが体はボロボロだ。俺の望みは熟睡だな。星草なら向こうにあったぞ。後でな。寝る前に負傷者の手当てだ。では結婚式で会おう。ああ、もちろんだと思う。お疲れ様でした。エルメンハムに戻ろう。じきに結婚式が始まる。めっちゃ遠いな。お、もうまた。はい、じゃあエルメンハムに戻りますか。まあこのまま行きましょう。で、これで無事に終わってくれれば、今度はアサシン系の同盟のやつをやっていこうかな。古き結社が、古き結社が来てるっちゅうてるかな。角笛到着しました。すごい。心に残る美しいお祝いです。ありがとう。この宴がイーストアングリアの明るい未来につながらんこと。王の式で王を待たせるとは君らしい。来たことに変わりないだろ。来ないと思っていた。綺麗。いい表情だ。いい顔をしてる。嫁の尻に敷かれる顔だ。そうか。ひどく緊張しているんだ。自分との戦いに勝つことがあらゆる戦いの中で一番難しい。いやー、綺麗だな本当に。
ここにあなた方二人を夫婦と認める。そしてこの婚姻をもって。うん。エルメンハムのオズワルド一世はイーストアングリアの正当な王となった。レディ・バルディスと魂、拳、この地の美が共にある。うん、無事に終わったな。それでは私は去るか。待ってくれエイボルみたいな。華麗の役目を果たしたな。イーストアングリアに王が誕生した。この歌にはあんたも登場するぞ。共に成し遂げたんだ。炎とヘルヘイムの夢の続きを見ろ。いつの頃からか俺は道を見失った。望んでここに来たわけじゃない。こいつはハルフダンの夢だ。俺はただ命じられただけで。夢の中では船に乗ってた。頬に風を受け潮を味わいながらまたあの暮らしがしたい。実現するかはわからない。時が教えてくれる。それまでは飲んで食べて苦しみを忘れよう。そういう日も大切だな。なんだ、向こうにクエストマークがあるぞ。ああ、いろんな人に話しかけるってやつか。エイボル、俺と勝負するか。ちょっと先に、いや、エイボル、狼傷、俺が用意した壺を見ろ。どうだ、壊せないだろう。この距離じゃ到底無理だよな。あのな、ブローシア、私だぞ。何だって壊せる。酒をしこたま飲んでもか。成功したら何か褒美をやるよ。いやしっかり目を開けてこの腕前を見届けろ、酔っ払いども。あんま得意じゃねえんだよな。今の弓もさ、長距離用だからね。捕食者系だから。ほい、狼騎士は何でもやれるな。よかったよかった。ああ、簡単すぎるな。すごい、大したもんだ。ほら、約束の褒美だ。グラングランですわ。ありがとう。はい、じゃあ次のとこ行きましょう。もう一個のここで終わりかな。するかはオズワルド次第だ。何度聞いても信じられないわ。オズワルドの望みですって。スコール、エイボル。お前も飲め。スコール。おい、杯が空だぞ。エールを注いでやろう。新しい王より先に飲み始めるとは、いい度胸じゃないか。お前だって似たようなものだろ。オーディンとその終わりなき栄光に。そしてイーストアングリアの新たな王に、知性の長からんことを。いい飲みっぷりだな、オオカミ。この俺との飲み比べに勝てるか賭けようじゃないか。飲み比べあんま得意じゃないんだよな。私だ。それでも挑まずにはいられん。どうだ、受けてくれるか。まあやっていこう。久々。さて、潰してやるとするか。自信満々じゃないか。どんなミニゲームだっけ。タイミングよく相手になってやるぞ。どうせならもっと楽しくなるようにしよう。持ってる銀をかけるってのはどうか。まあさっき買った分ぐらいかけていいよ。お、受けてたと。さっき50もらったんだけど。どういうふうにやんだっけ。あ、スコール、スコール、スコール。わわわわわ、誰に吐くんじゃないぞ。
これダメになった時はなんか体を立て直すとかあってね。うわあ、なんか。まだなのか。勝てるぞこれは。この余裕がダメになってくるんだよなきっと。一応ああいう時が出た時ってなんかボタンのタイミングが、このエールはかなり強いな。よかったよかった。だが私の方が強い。ああ、俺よりは強い。バルディスといい勝負じゃないか。金を払ってでも見たいな。もういいよ。支払いがまだだな。銀はどこだ。ほらよ、お前のもんだ、狼傷。ありゃ、センクス。なんだよ、それ。あ、何か所かあるんだ。お、豚じゃん。うまそう。ちょっと食べ。イノシシか。知ってたか。知らんかった。フレイもそうだ。何が言いたい。エイボル、お前には感心した。戦の知恵に富み、精神は強靭。ありとあらゆる技また収めてるんだからな。それに比べて俺はお前に自慢できるような技を何か持ってるんだろうか。どんな愚か者であろうと人に教えられることはあるものだ。ああ、まあまあ。で、俺の剣術を見せたい。種をまく剣も。はっきり言ったらどうだ。私と寝たいんだろ。ん？その通りだ。一緒に来てくれないか。もっと居心地。エイボル。いい種をまく剣は希少だ。行こう。ちょっとあれだったらカットします。カットはしなくて良さそうだ。ドローだー。まさにスカルドの歌に残るような体験だった。一生忘れないぞ、エイボル。ちょっと優しくなったな。私もだ、ブローダー。どんな物語にも勝る一夜だ。この夜は最高な思い出だ。じゃあな。これがエルメンハンの踊り。これが最高っと。レーンが羊の毛を刈り、サクソンが父を死ぬ。エイボル、エイボル。最後に肉を煮込めば皆満足。羊が好きなの。さあこっちに来い。だからサクソン人の神はこの上のどこかをうろついてるんだろう。まだ見つかっちゃいないようだが。天の動きというのは神秘的だな。見ろ、好きだ。今は問題なく浮かんじゃいるが、いつか巨大な狼に人のみにされる。で、夜は永遠の闇に閉ざされる。酔ってるな。もう一度栄光を味わえたんだ。最高の気分ってやつさ。落ちるなよ。それはよかった。さあ、もうずっとスコルがハティになったような気がしてた。ハルフダンの願いを叶えるために走り回ってな。だがついに太陽と月を捕まえたぞ。これで俺は何なんだろうな。自由だ。船に乗ってどこでも行ける。俺の船はバルハラに行っちまったんだ。忘れたとは言わせないぞ、あの炎を。いやもう落ちるかヒヤヒヤしてなんだけど。ほら、そろそろ丘に戻る時間だ。何もかも回ってる。実は嫌いだ。だから煮込みは君にあげよう。あなたの考えって変わってる。お、あんた力持ちだな。お前重いな。どうやって降りんだ。どうやって降りんだこれ。
失敗？悪かったな、エイボン。俺は最後の最後に栄光を味わえた。喜ばなくちゃならない。いや、喜んでる。ありがとう。最後にすることもない。最後じゃないか。血が出てる？あ、十分楽しんだ。オズワルドを見てこよう。よし。これから皆に声をかけるんだ。君にもいてほしい。いい祝宴だ。素晴らしい。満喫してくれたか？十分楽しんだ。閉めてくれ。よし、よかった。では来てくれ。友よ、そして客人方よ、我らは困難を乗り越えた。今は喪失と苦しみがあふれて見えている。だがここに争いはもうない。あるのは思いやりだ。たとえ敵がこれを拒もうとも、我らに永遠の友好があるように。共にして隣人のデーン人に感謝したい。共通の戦いで勇気を示してくれたことに。そしてキリスト教徒にはこれからも主の恵みの模範たる振る舞いを期待する。暗闇を照らす光であれ。イーストアングリアの未来は今ここに、この時に、全てのデーン人とサクソン人の中にある。我らが未来に。相変わらず弱腰だが、この王には勇気。そしてエイボル、君がいなければ何も叶わなかった。イーストアングリアの名のもとに、友好の証として、そして貢献の証として、この腕輪をカラスの戦士団へ送る。おお、何か言葉を聞かせてほしい。ありがとう。オズワルド、お前は決して私が王に望むような男ではなかった。弱く折れやすく芯のない男に見えたから。だが人は見かけによらないものだ。彼がいかに偉大な心の持ち主かはすぐに知れた。強く、思慮深く、勇気に満ちている。そのどれもが王となるのにふさわしい資質だ。彼こそイーストアングリアの王。彼こそ皆が待望した真の王だ。良き王オズワルドを称えよ。オズワルドにスコール。スコール。スコール。よしみんな、本例の掛け比べをしよう。いいか、王と花嫁に勝つんじゃないぞ。準備はいいか。それじゃあ本例の掛け比べを始めるぞ。王と花嫁対その他みんなだ。陛下、どうした。やつ、おいおいおい、身代わりの羊はきれいに片付けてやったぞ。オズワルド、羊どもの王よ、姿を見せろ。おいおいおい、この俺と戦え。ルエド、受けてたと。オズワルドは王だ。王は戦士を従える。私が代わりに戦おう。私への挑戦だぞ。お前にはこの国を立て直す戦いがある。長い道のりだ。その戦いが終わるまで王は死ねない。ここは任せろ。あー、もうほんとちょっと怖かった。もう終わったね。この臆病な豚野郎が狼傷を始末したら引き抜いた舌で潰してやるぞ。ちょっと強くなってるのかな。何度も邪魔してくれたな。おいっと、危ねえ。イーストアングリアを火の海にしてやる。おっと、よし、最後なんとか終わったな。欲しくはなかった。憎み合い、
殺し合って、これで全て終わりだ。行くのか。この婚礼は平和と幸せをもたらすものだ。私がいれば水を差すことになる。エイボル、君のおかげでイーストアングリアは救われた。味方になるという誓いを果たそう。そうだな、いつかきっとお前の力を借りる。今回はちょっと長かったな。カット入れても40分ぐらいあるんじゃないかな。フィニルはどこだ。出発する前に別れを言いたい。ああ、もうちょっと会っていっか。どこいるんだ。死ぬとかないよな。大丈夫だよな。おお、エイボルか。宴は苦手なのか。十分楽しいんだ。この宴はお前のためのものでもある。なあ、俺は朽ちかけてたんだ。少し前までは追いさらばえた負け犬として死ぬもんだと思ってた。だが今この心は燃え盛ってる。新たな炎を見つけたからだ。俺は激しく生きて勇ましく死にたい。栄光を追うのに年が関係あるか。私の船に乗れ。賢い上に斧を振れる戦士は大歓迎だ。いいのか。お、もちろん。荷物をまとめてくる。おお。フィニルが仲間に入りました。クエスト完了。またレベル上がるぞ。ディエンド。はい、じゃあそんな感じで今回パートはここで終わるのか。さて、風がランビリの元へと帰る。うん、いい知らせを届けに戻ろう。よし、じゃあそこまで、ランビーまでカットします。イーストアングリアが味方になった。彼女のオズワルド王が同盟を誓ってくれた。王の擁立者エイボルと呼ぶべきかもね。はい、お疲れさん。パオパオー。レイブンソープ。興味深い知らせよ。チェオウルフ王がチェオベルトをシロップシャーに派遣した。大衆にしたいようね。チェオベルトにとっては朗報だ、うん、お前から多くを学んだ。うまくやる。知識のほんの一端よ。あとは自分で考えてもらわないと。もう一つあるの。聞いたかもしれないけど、少し前にスベンドが眠ったまま旅立った。あら、寝床で亡くなってたって。知らなかった。頭部はどうしてる。落ち込んでるだろうな。かなり参ってるみたい。スベンドの埋葬場でずっと過ごしてるわ。余裕があったら話しかけてあげて。うん、そうだな。でちょっと良くなったから、新しいとこか。はいはい。じゃあ、次のやつをちょっと始めましょう。定住地の成長は外にも伝わってる。周りを見ればわかるはずよ。新しい顔が何人かいるから。よし。大丈夫かって、あれが始まるけど。同盟地図が見たい。あ、二つあるんだ。ここじゃなかったっけ。ハイソンからルンデンに行くよう頼まれた。そう、アサシンのやつは。ハルフダン・ラグナルソンが何年も前に制圧しようとした治安の悪い町よ。彼をことごとく退けた。どうも町が怪しげな集団に支配されてるようだ。古き結社というらしい。正体を突き止め始末することを望んでる。それで住民は助かり、同盟を確立できるってな。荒れた町だから行ってみる価値はある、うん。北の門から中に入って調査するといいわ。 OK。 じゃあ次回パートからルンデンの探索始めていきましょう。よかった。気をつけてね。壁と影。はい、距離的にちょっと距離あるな。じゃあ次回パートはこの辺に接近してから
始めましょうか。はい、そんな感じで今回パートはここで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。